丈夫。いやシンジです。これだ。あはあ。二戦目ステージは戦場。あれ戦場ですが、クルーのテーマじゃないですね。ああ。二戦目ステージ戦場。ボール選手のテーマソングに乗って。まあ、1戦目ケント選手ミューツ見事でしたね。あとやっぱステージがね、平らの方がシャドーボール巻きやすいので、キングクルールの接近、ああカウンター、接近をね拒否できる強さはありました。あーはーまあ序盤はね、もう木宮選手がワンタンキルなどをする勢いに乗った攻めがね、あったー。2戦目ステージ戦場、ダボホール選手のホームステージ無敵ないぞ。クーゴレトルを見事突っ切く中上で一発仕留めていく。ジャンプを見く上暴れがあるか、ヌーンダッチアタック、オナカウンター。ここで取る、優勝まであとワンストック。あー無撃墜。あとマッチはね、崖橋からの撃墜で、あーわたたた。まずはパワーで押し切ります。ワンストックリード、上級戦士キャプテンファルコン。あ、これ大丈夫か、うまいか、うまい。崖つかまりから、クーエヌ、さらに風切り阻止、うしゃー、お見事溜めてきた、96% ラリーホー、大丈夫。あ、王冠がないぞ、あぶんない、あぶんない、ブンブン振り回してくれ、あ、クーゴーいいところも大丈夫。あと裏、あ、テイヤーは大丈夫。前投げ出したか届かない、横強、ピカピカ光る、これは溜めるか、バイキルドはどっちだ、使った、溜めるでしたね。前投げ少しだけダメージを蓄えて、さあこれ飛び道具は拒否、魔法感だ、クエル王冠が使えない、おお、それトロマカ間に合うんだね。ライディン、これ後すぎた、空中前早いですね、ダイオリーうまいぞ。前投げから読み合い、ジャンプ使った、めてよーホールド、まあ、ホールドしてなくてもシールドブレーキ値が高いですよね、あれね。時には壊していきます。つばき選手はこれアルセーヌ出る前に落とし、あ、これはアルセーヌ出ますね。81、ただ撃墜圏内、戻り王冠からちょっとヒヤッとしますか。15、判定強い、うわー、どうだ、うおー、復帰バイク、うわー、撃墜。近い距離で戦い続ける。さあファントム反射は一度対策を練ってきます。ワイン選手、うー、このアーマー、うーわー、崖使い工夫した、撃墜怖すぎる、空中しろ。さあこの崖橋、上強、空へ空へ空への落とし。さあここは王冠でプレッシャー、ダッシュアタック崖橋、着地狩りからのフットし、ここは合わず、クエー下からクーうめー、ありがとう。ストックは2-2、お互いに読みが冴え渡る。宇宙後ろ、笑顔は大丈夫。さあ笑顔中にダメージだいぶ追いついてきました。スーパーマンお腹がある、吸い込みどうだ、おりやーはっはっは、回避読みか、下投げ出しだけ、上スマホールド、ボールでしょ、見事空中後ろ169、あっと爆弾ちょっと自分に当たった、嫌な展開、吸い込みバヒューンと当たって大砲に当たればという、あっ大砲に横ビードスーパーマン、空中後ろ全弾耐えないでくださいこれ。あっはっ、下スマ、よし下スマ、あっピカチュウ危ないぞ、どうする、下スマこれ上振らせて、空下から上スマ、どうするか、王冠をどこで投げる、金縛り、ここはうん、カヒ読んでましたが、お互い本当にね、どこでストックが解けるか分からないくらいね、びっくりするような一撃を狙ってくるので、まばたき厳禁、振り向きつかみ、上投げ選択、浮かしての読み合い選択、よこすま攻撃、この裏戻り王冠、空前掴んでる、それうまい、カウンターからの大丈夫、掴んで後ろ投げ、まずいか、お腹があるぞ、あー完全ごめん、すぐに返していく、ふう前から受け身読み、うまいジャンプ潰した、横スマ一発狙ってきますが危ない。ただ小鳥選手粘れるか、ふうした横スマ2回目、あーボール選手追いつきました。次は広いステージとなって、ボール選手勢いよくこの3戦目も取っていくのか。ただレオ選手いい粘りを見せてはいます。あーブーン狙っていく、強気のブーン狙っていきますが、ここはしかしシケトハズかわして
ダメージを取ってきます。あの分ね、まあ、ネタ枠みたいに思われてますけど、当たったらレーパー撃墜ですか。クー下上スマホクー上クー上着地クー上クー上スクリーンアタックお見事。矢浦選手が一気にツーストック。ここはボール選手もちろん角刈りクー下めてよお見事。それしっかりと仕留めていきます。この崖が垂直に上がってるからこそ、このキングクルールのウェディが少し刈りやすいという、いやーやり返す入らないんだ。キングロモダーイ上投げ、あっとこれはトフ、あー姿勢でかわす、いいですよキングクルール。技はトフもしっかり姿勢でかわしながら、じわ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 、嘘だろ 200% えげつない パーセンテージになってます。プーチフ前掴みかわして腹筋し、お腹アーマー潰した、帰れるか、はい、やったうわ守る、うわ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 41、クティ選手早めに撃墜したいが後ろ投げは飛ばない、まだ大丈夫、吹き刺し、おお甘すぎくーのメテオー2戦目、ステージはあ、終点ですね、終点ですねだここは終点か、え、戦場の終点か、まあ、お互いが OK だったら一応 OK にしておきます。さあここ90枚、うーんジャストガード埋めてから、まあスーパーアーマー、あえて寿命がありますからね、後半にあの寿命が尽きるとかなり苦しいですよね。かなりこうウルフの判定が硬いので、結構ボール選手お腹のアーマーね積極的に使ってますよね、タイウルフはね、一方的に打ち勝てるようにと、まあったー上必殺に上スマで撃墜貫いてきましたね。まあ、クーエヌからの上スマが繋がらなくなると結構撃墜難しいですか、フォックス。まあ、やっぱりフォックスって上スマか横スマ、まあ、特に上スマでも撃墜、あーすごいとこまで来るのがこのディンの炎。あ、ファントム、あ、このファントム反射エグいんですよね。ファントムの反射、あのカウンターですよね、キングクルール無敵あるんで、そのカウンターの後突き狙うのも結構難しいのがキングクルールのカウンター。用意に行くと帰ってきますね、うーん帰ってくる、しっかりとファントムを返してきます。ここは空車間に合わない、掴んで裏表表裏角に完璧埋めての横スマ、これはレバーガチャを遅らせる読みでした。もう一回サブウエスまで取る。